帰宅中の16歳の少年に暴行を加え現金を奪ったとして高校生の少年が昨日逮捕されました警察によりますと18歳の高校生は先月19日午後6時半ごろ北九州市八幡西区陣野原の路上で建設作業員の16歳の少年に殴る蹴るなどして怪我をさせ現金1万円を奪った疑いが持たれています高校生は ダウンジャケットが汚れたからお金を要求したら1万円くれたと強盗容疑を否認しています。